はい、というわけで急にねオンラインビジネスやっていった方がいいん違うかなみたいな話出てますけれどもね、そんなね急にできません。僕も1年ぐらい前からですね、もうじっくり、まあ1年前っていうか研究を始めたのはもう 2,3 年前ですよね、そこから今時代がどのようになっていっているのかとかですね、産業構造の変化とか、マーケットのね、推移なんかも、研究しながら、じゃあ、今の時代ね、例えばフィリップ・コトラーさんがですねマーケティング 4.0 という概念を打ち立ててるわけですよ。これをすごくこう簡単に言えばスマートフォン時代の究極法則なんですけれども、スマホ一本でどうやって稼いでいくんかなみたいなね、そういったこととかもう毎日毎日研究し尽くして、そしてビジネスモデルが出来上がっているわけなんですね。今までそんなこと全く気にもせずですね、既存のビジネスモデルとか、既存ね働き方に、こう満足して何の疑問も持たずにやってこられた方がですね、急に SNS を使って、何かサービスを提供しようとかね、マネタイズをしようとか継続収入を得ようなんて思ったって無理です。はっきり言います。そんな一朝一夕にできません。もう本当に、これは長年コツ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 と、仕組み作りからねやっていってるわけです。じゃあねその仕組みを教えてもらって真似て同じようにできるかというところなんですけれども、そこもね残念ながらできません。もうはっきり言って僕たちはねチームでいろんなことをねさせていただいておりますけれども、もう僕の力なんかビビたるもんです。やっぱりね いろんな特技をこう掛け算にしてですね、ミラクル、もう奇跡のオペレーションを組んでいるんですよね。この奇跡のオペレーションをもうしかも再現できるように、再現性のあるオペレーションにしていってるわけですけれども、これね再現性のあるオペレーションを作って再現させていくということ自体に再現性はないんですよ。わかりますかね。いくら再現性のあるビジネスモデルだからってそれ見よう見まねやってもできませんよ。その根本となる魂というかね、根本となる本質がねもうむちゃくちゃ波動なんですよ。波動ビジネスなんですよ。波動コネクティッドっていうか、なんていうと波動のつながりなんですよ。だから無理です。はっきり言って自分の一人の力で、ましてや自分の今までやってきたコンテンツをにわかに、動画で撮影して、それを人に販売しようなんて甘いです。ね、インターネットの中でですね、このビジネスを確立させようと思えばリモートワークとかね、オンラインビジネスとかありますけれども、ニュースとかで、ね、にわかに言うてますけれどもね、もう本当ね、これなんて言ったらいいんだろう。もう言うときますね、無理です。で、はっきり言うと、もう今それができていて、そしてしっかりと継続収入に結びついていて、オペレーションが回ってて、ね、ちゃんと事業として成り立っている人から直接学ぶだけじゃないですよ。もう一緒になってタッグを組んで、もう誰と組むかなんですよ。これが一番大事ですね。そしてそのインターネットの中でですね、集客とか営業とか販売とかあるわけですよ。今ね在宅とかリモートワークとかっていうのは全部事務処理ですよ。事務処理できる人だけじゃないですか。じゃあ人と会うのが好き、人に接客サービスするのが好き、人を盛り上げるのが好きっていう人どうするんですか。いやいやズーム使ったらできますって、そんなクールなもんじゃないですよ。インターネットの中でしっかりとね集客や営業や販売、それから採用とかね育成とかねマネジメントとかね組織作りとか報酬体系の確立とかねルール決めとかね、どうやってやっていくんですか。そのノウハウないでしょ。もう無理ですから、自分の力では。こういったことをしっかりとプロのねもうプロのというかもう実際こういうジャンルで、体系化している人と共に、構築していくしかないんですよね。しかもインターネットの中でですね、継続収入につながるような商材何がありますか。インターネットで売れる商材で継続収入につながる、もの、まあね、不動産とかでしたら家賃収入とか、それから習い事とかでしたら会費とかね、保険業界とかで月払い保険料とかでね月払い手数料とかあるんでしょうけれども、何がありますかって、そのインターネットの中で販売できる商材でさらに継続収入を生み出すもの、そしてその継続収入収入が積み重なっていって、次第に太くなっていくと同時に、手離れして自動化になるようなね、そんなビジネスモデル作れますかっていう話なんですよ。で、そういうことをちゃんと緻密に考えて、その構築していくことができなければ、にわかにねそのインターネット
タレントで稼ぐって怪しいものに騙されるだけですよ。ポンジスキーム、これチャールズ・ポンジさんが開発したね、典型的なもう詐欺スキームですよ。今100万出してくれたらね、インターネットの中でどん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 それが月に何パーセントで増えますよとか、気がついたら手持ち資金が2倍になりますよとか、もうそんな話どらんどってくださいよ。それからもうなんかちょっとピコピコしてるだけで、気がついたら稼げるとか、そんな話あるわけないじゃないですか、ね、何もしなくても寝てても資産が形成できるとかね、オンラインの中でちょっとね、なんかうわー言うたらお金入ってくる、そんなことないですから。もうリアルの世界のビジネスもね、やっぱり立ち上げていこうと思ったら初期投資とかね、それからまあオペレーション構築とかね、ビジネスモデルのビジネス構造を作ってからまた人の採用とかね、いろいろ大変なこといっぱいあるんですよ。インターネットの中だからってね、そんな簡単なわけがないです。確かに人と会わなくていいですよ。確かに人からハンコいただいたりしなくていいですよ。確かに交通費かかりませんよ。確かに宿泊費もかかりませんよ。でもそれだけにね、限られた時間の中で、限られたつながりの中でどれだけ感情の肯定的変化を生み出していけるんっていう話です。どれだけ、ね、和を盛り込めるんと、和を言わんと人お金払いませんからね。和をめっちゃありがたいわ、ありがとう言うて初めて人お金払うわけですから。しかもこれ継続的にお金払っていただくということは継続的和をですよ、これをね、提供していくということでしょう。そして毎月毎月ありがとうありがとうがいっぱい積み重なっていくような、そんなビジネスモデルを作るわけでしょう。簡単なわけないじゃないですか。もうシンプルに考えたら誰でもできるとかね、そういう風に言ってしまえばおおそうなんやとか思うかもしれませんが、全然そんなことないです。もう今までの試行錯誤、何度も何度も失敗をして、何度も何度も検証をして、この今の瞬間もいろいろとブラッシュアップし続けてますからね。それをあなたが一人でやろうとかね、思いつきのアイデアでやろうなんて、そんな甘い考えは通用しません、ね、一人で例えばインディペンデントプロデューサーとしてですね、なんていうんですか、個人事業主として、壁塗ってましたよとか、個人事業主として、なんかこうコンサルティングしてましたよとか、個人事業主としてですね、トレーナー、トレーニングのトレーナーやってましたよとか、こういう人いけると思うんですけど、1馬力でね稼げるほど甘くありませんから。もうインターネットの中で、販売する商材なんか高額商材とか言ってね、みんな言いますよ。1回売れたら500万とか300万とかね、もっと言ったら何千万っていうね、そんなものを扱ったらいい、違いますよ。リアルの世界でも扱ってなかったのにいきなりインターネットで扱えますかって、顔も見えないんですよ、人とも会えないんですよ。もう無理ですから。もうやっぱりね、細かいコツコツとしたね、その課金ですよね、今インターネットビジネスなんてもうフリーミアムとかね、サブスクリプションとか言われてますけれども、まあ、ネットフリックスとかね、いろいろあるじゃないですか。アマゾンプライムとかね、何百円とかいうものを無限に課金してですね、そして、大きな会社になってるわけじゃないですか、まあ、広告料にしてもね、そういう話なんですよ。だからどこでどのようにマネタイズされてて、それがどんな仕組みで入り続けるのかっていうようなこととかも一通り体験しなければ、せっかくのあなたの素敵なコンテンツがその収益に結びつけられません。今までね、10年間20年間30年間やってきましたよっていう、そういうご商売とか、事業、それからサービスがあるのであれば、もうここはですね、まずそのイロハをですねしっかりと学んでください。もう残念ながら1日では無理です。一朝一夕では無理です。早い人でも1ヶ月ぐらいはね、じっくりと腰を据えて、学んでいただくことが大切です。まあ空き時間でね、学ぶのであれば3ヶ月ぐらいはね、しっかりとこう向かい合っていただいて、まあだからといって1ヶ月経たないと、3ヶ月経たないと収益が発生しないとか、そういうことではないですよ。まあもちろん今までの事業プラスアルファの収益は1ヶ月目2ヶ月目あたりから出してもらわないと、困るわけですけれども、とはいえね、このインターネットをこう活用するということは空間を超えるわけですから、これまでの収益のね、ゼロが1つ2つ増えていくっていうようなこともね、青天井で実現していくことができるわけです。なのでそこのところはね、期待しておいていただきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、とにかく、あなたの情報なんで、今までね、オンラインでその事業を確立してなかったわけでしょ。生身の人間が生身の人間と向かい合ってやってたわけでしょ。そして、移動したりね、例えば事務所借りたり在庫を抱えたり人を採用したり、してたわけじゃないですか。それをね、全部なくしてですね、新たなオンラインビジネスモデルに
に確立させるわけですから、ビジネスコース自体を書き換えるわけですからね。やっぱりここはね、あの僕たちはできてますよ。そのできている人から謙虚に心を真っ白にしてね、謙虚に学んでください。何もね、あの上から目線言ってるわけじゃないんですよ。たまたま僕は3年ぐらい前からこういうことに、アンテナを立ててですね、1年ぐらい前から本格的にこういうことを始めていて、そして今は、このスマホ1本で、収益モデルがね、確立しているというだけの話なんです。ちょっと早かっただけの話なんです。だけどこのね、いろいろ今までやってきた数年間のね、その知識や情報、ノウハウ、ドゥハウの蓄積をね、しっかりと受け取ってほしいんですよ。今本当に緊急事態なんで、今すぐあなたの事業をオンライン化する必要があるんですね。今すぐあなたのこれまでやってきた、そのね、コンテンツや、その生きてきた、人生、マイストーリーをですね、しっかりとこのスマホの中でマネタイズする必要があるわけですね。もう、嬉しい話をすると、毎日がね、給料日になります。でも毎日が日曜日になるんですよ。毎日給料入ってくるのに、毎日何もやることないわっていう状態にね、なるんです。これはね、申し込んでいただいたら今すぐなりますが、そういう怪しい話じゃないんですよ。しっかりとお付き合いさせていただいて、イロハをね、シュハリでね、完全にこう自分のものとしていただく、その最初は TTP ですね、徹底的にパクる、そして TKP ちょっと変えてパクる、そして OKP 思いっきり変えてパクる。じゃあこのパクるっていうのはずっとついてくる、ついてくるんですよ。そんなね、簡単にね、あの離れていってね、独立して稼げるほどね、このシステムは甘くないですよ。たかがビジネス、されどビジネス、ね、たかがインターネット、たかがスマホ、されどインターネット、されどスマホですよ。もうこのプラットフォームにはですね、もう英知の結集になってます。今のね、大切な C2C のビジネスモデルとか、シェアリングエコノミーとかね、フリーミアムとかサブスクリプションとかね、いろいろ言うてますけれどもね、この GAFA、Google、Amazon、Facebook、Apple、 こういった会社がね、推進しているようなデジタル事業コンテンツですよ。こういう流れをしっかりと研究して踏襲してですね、サスティナビリティですね、まあ、持続可能性のある、サスティナビリティの効いた、そういった継続収入をもたらす、オペレーションをですね、スマホ一本でやってるわけですよ。スマホの中に人がおるんです。スマホの中にティールという社会組織があるんです。このティールがホラクらしいっていうね、上下関係も主従関係もない、雇用関係も、ね、そういうあの定年退職とかそんなもありませんけれども、あのそういう全く新たな人とのつながりですよね、を構築してるわけですね、お客様も一緒になって D2C ダイレクトトゥカスタマーって、コンシューマーも一緒になって、この仲間作りとか自己実現ね、自分らしさと自己実現を盛り上げていくような、そんなオペレーション、そんな仕組みが整ってるわけですよね。それをあなたは今あの完成形を学んで、そしてその中でご自身の商材やご自身のコンテンツを販売していったり、開発していったり、アフィリエイトしてもらったりね、そのアフィリエイターたちをこうね、盛り上げていくというね、そういうイベントを作って、それをこうね、やっていたりすることができるわけなんですね。もうね、大船に乗ったつもりで、ご一緒させていただけたらと思います。まあ、人ってね、頑固なんでね、今までやってきたその人生に対して自信もあるでしょうから、そういったね、チンプライドがあるわけですよ。まあ、チンプライドは僕自分に言い聞かせてるんですけれども、チンケなプライド、過去に何十億売ってきても何百億売ってきたとしてもね、それはもう昔ながらの既存のビジネスモデルの中での武勇伝でしょとね、武勇伝語ってる場合じゃないです。全く新たな時代がやってきてるわけですから、今一度新入社員の気持ちで、リフレッシュなね、フレッシュな気持ちで、一から心を真っ白にしてですね、いろんなことを学んでいっていただけたらいい、違うかなというふうに思います。まあ、スマホ一本でね、もうこれまでのビジネスモデルを脱却してですね、新たなビジネスモデルを構築していただきたいと思います。お金とか時間とか場所とか人脈とか、そういった自由を得るために、今までたくさんの、その在庫を抱えたりね、たくさんの工場を作ったり、事務所を構えたり、人を採用したりしてたんじゃないですか。もうそんなね、たくさんものを所有する時代は終わりました。全てシェアリングでいけます。所有から非所有の時代ですね。なので、
そういう身軽にしていただいてですね、できるだけ、投資を少なく、そして、出費を少なく、そして利益率をね、あの投資回収比率を最大化していただけるような、そんなねビジネスモデル、しっかりとこう学んでいただけたらなというふうに思います。まあ、今日はですね、ちょっとね興奮して話してますけど、なぜか言ったらね、もう今そういうふうに新たな時代のビジネスモデルにチェンジしていかないと、お宅の会社残りませんよと、残っていけませんよと、もう赤字垂れ流すだけですよと、もうあの回らなくなってますよ、もうすでに死んでますよっていうね、そういう会社、そういう事業主でもね、なんとなくのらりくらり生きてこれてたんですよ。でももう無理です。今月入ってね、ちょっと流れのね、変化やばいです。もうあのまさかこんな早い形でね、来るとは思ってなかったんですけれど もう急速に時代はね変化していっております。既存のビジネスモデルはほぼほぼ通用しません。もう倒産ラッシュでございます。ですのでちょっと危機感を持ってですね、楽しんでいただいたらいいんですけれども、新たなその事業モデルにね一歩踏み出して、ちょっと謙虚な気持ちでですね、もう力強くですね、一緒になって、夢をね叶えていきましょうよ。夢と希望をね共有して、そこに向かっていきましょうよね。まあその中でね、いろんな人との出会いとか達成感とか充実感とかね、気づきや学びがいっぱいありますから、すなわち生きる喜びを味わうことができるんですね。再び会社を起こした時のあの時のような気持ちでね、再び新たにその学校にね入学式が入った時のような、そんな新たな気持ちでですね、新たに子供が生まれた時のね、まあ僕はあの中高年向きに今話してるからですね、もし大学生の人とか学生の人が聞いたら、いやなんかちょっとようわからんなって思うかもしれませんが、まあ、新たに小学校入学した時のね、ようなそんな気持ちでですね、一緒になってこれからの時代ね、勝ち組負け組もどうでもいいです。勝ち組になんかならなくていいです。もう楽しみ組になっていただいてですね、本気で本当の気持ちで、もう笑顔で笑顔に囲まれて、もう一度しかない人生ですよ、素晴らしい人生にしていきましょうよ、というようなことでね、今日また熱くお話をさせていただきましたけれども、もうインターネットの時代です。スマホの時代です。スマホ時代の究極法則、それあなたのビジネスにしっかりと取り入れてですね、これからの時代に、もう本当にね、楽しみ組として、自分自身も周りも豊かにね笑顔にしていける、そんなね、人生に未来チェンジをしていきましょう。